カさんに向かっています。あった、スカさんです。久しぶり。あっほー、配信中になってる、配信中になってる、アクセサリーも買ってくれて、うん、いいでしょ、ね、うん、
やータコイスーと思ってもいただきました。すげー、今朝で切らなかった。そうなの、そのまま少し美味しい、美味しいかもしれませんね。いや、私もいただいてみよう。それで先月も来てくださったと思うんです。そう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 、初めて私も直美さん、直美さん、直美さん、とりあえず美味しいね。また来ちゃいました。お祝いの方が、はい、いただきます。おいける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 みんなやってみて、ね、うん、ペコさん、娘さんの高校受験だったって。ペコさん、皆さん受験、ね、お疲れ様です。受験の時などのエピソードありますか？私は高校受験の時の母からのお弁当にメッセージが入ってたのが印象的でした。まずはそのメッセージが、どんなメッセージか聞いてみたいね。どんなメッセージだったんですか？ねえ、お母様からのメッセージ。高校受験すごい昔すぎて、そうだよね。そうそう、マキマロちゃんっていう方にあのリーディングをして書いてもらわさんで、かわいい宇宙人太郎さん、今年の目標の一つが皆さんにまたお会いすることなので、交通費頑張って稼ぎます。ぜひぜひぜひ、ロスカさんでね、ロスカさんで集まろうよ。ねえ、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 ねえ